皆さん、こんにちは。ジーナです。今日はですね、日曜日恒例、おうちでチートデーということで、予告しました通り、セブンイレブンの新商品を食べていきたいと思います。買ってきた商品は、こちら。してきました。今週なんかホイップ系が多いような気がしますね。はい、じゃあ早速なんですが、一番食べるのに時間かかりそうなこちらからいきたいと思います。ラーメン、はい、エビ味噌ラーメンです。ちょっとこれ調理が必要な商品ですので作ってきます。はい、調理が完了しました。こんな感じ見えるかな。あのね、とにかくね、エビの匂いがすごいですよ。このね、エビ、あの干しエビの香りがかなり強烈にきますね。エビ風味の味噌スープ、その上に干しエビ、蒸しエビ、あとエビの入った天かす、チャーシュー持ってます。美味しいな。スープめちゃくちゃ濃厚です。味噌が好きな人もエビが好きな人も両方楽しめるラーメンだと思いますよ。ジューシー。はい、次です。スモークサーモン&クリームチーズ、たっぷりスモークサーモン入ってますね。はい、切ってみました。中身こんな感じです。クリームチーズもしっかり入ってますよ。あとね、お野菜がいろいろ入ってますね。野菜はレタスにキャベツ、セロリかな、あの酢漬けになってるキャベツが入ってます。スモークサーモンが塩気が効いていて、濃厚なクリームチーズとあってすごく美味しいです。全粒粉のパンチの正解ですね。すごい合います。鮭とイクラのおにぎりです。ちょっとサーモンつながりでこちらに行ってみたいと思います。はい、イクラがたっぷりです。だしで炊いたご飯に鮭が混ざっていて、さらにその上にイクラが乗っかった贅沢な商品ですね。あの、個人的にはイクラのおにぎりは白いご飯で海苔が使っているタイプの方が好きなんですけど、ただこちらのセブンのおにぎりは出汁で炊いてあるんだけど、そこに鮭が入ってるっていう贅沢感があるからいいですよね。めちゃくちゃ美味しいです。はい、次です。熟成仕込み明太ポテトのもっちりパンです。軽めのパンですね。パンは軽めなんですが、ただ上に乗っかっている明太ポテトが結構脂っこそうです。軽い食感のパンの上に
濃厚な明太ポテトが乗っかってます。もう手がね、油でベタベタになるぐらい、しっかり油を使ってるから、質高いんじゃないかな。あ、ほら、やっぱりね、脂質 20g 超えなんで、普段私の日常的には食べられる食品です。美味しいですよ。していきます。はい、ちょっとトーストしてみました。うん、うわ、やっぱりめちゃくちゃ美味しい。これね、トーストおすすめですよ。ちょっとカリカリにすると美味しい。本日のちょっと変化球ですが、これ枝豆わさび。私ね、わさび大好きなんですよ。ちょっとこれ一番実は今週気になってた商品と言っても過言ではないですね。食べてみます。お、すごいよ。わさび臭がすごいです。わさび苦手な方はね、ちょっとダメかも。でもね、香りの方が強い。香りでびっくりしちゃうんだけど、味はそれでほどでもないです。ほんのりわさび風味って感じですね。はい、ではここからスイーツに入っていきたいと思います。こちらからいきましょう。ふわっとドラ粒あん&たっぷりホイップ。私が今週めちゃくちゃ食べたかったんだけど、なかなか見つからなかった商品、今日さっき見つけました。よかったです、ここ間に合って。うわー、見てこれ、あんこもホイップもたっぷり。はい、切ってみました。すごいね、これ中がホイップたっぷりです。そんなにくどくない。なのでつぶあんとすごい合います。でどんどん食べれちゃう感じの甘さ、これやばいですね。止まらない。はい、ではお次です。和菓子つながりでこちらいきましょう。宇治抹茶と白玉の和パフェ。はい、中にはですね、この抹茶のこれなんだろうな、クリームとあんこと白玉とこれ栗も入ってます。でこの下が、まあ、こういう3層に分かれた中身になってますね。おお、抹茶の香りがいいですね。いい抹茶の香りがする。中は抹茶のあの寒天ゼリーと抹茶のクリームとホイップクリーム。あ、この抹茶のね、寒天が爽やかでいいです。上が結構あのモリモリで濃厚なので、それをなんかうまくね緩和してくれますね。一緒に食べるといい感じ。こちらです。生チョコホイップメロンパン。
またホイップきましたね。あ、中のホイップもチョコなんだ。あ、だからそっか、生チョコホイップか。パンはね、意外にあっさりというか軽めです。中のクリームが濃厚でね、確かに生チョコ感があります。チョコの風味がふわーっと広がります。はい、最後はこちらです。シフォンケーキ。はい、こちらにもたっぷりクリームが乗っかってます。ん？あ！でね、これ中にもね、カスタードクリームが入ってます。ちょっと見えにくいかな。私ね、シフォンケーキはあんまり普段食べないんですよ。なんでかっていうと、私ね、密度が濃いのが好きなんですよ。これシフォンみたいな結構ね、軽めのふわふわ、スカスカって言ったら言葉が悪いけど、密度が低い系の食べ物あんまり食べないんですけど、このシフォンケーキはもちろんシフォンはシフォンらしくふわふわなんだけど、この2種類のクリームに挟まれてるのですごい満足感がありますね。でね、このシフォンそのものもかなりなんかね、カステラに近い感じで、すごい味が濃厚です。美味しい。ほら、これカスタードクリーム結構たっぷり入ってますよ。というわけでごちそうさまでした。今週のセブンイレブンの新商品、私のおすすめはですね、まずはふわっとドラつぶあん&たっぷりホイップ。あれね、ホイップクリームが本当にたっぷり入ってるんですけど、すごくさっぱりとしたクリームだったので、濃厚なつぶあんとあってとても美味しかったです。あと一番最初に食べましたエビの味噌ラーメン、あれすごくね、エビの香りが強烈で、あまり他に食べられない味だなと思いました。エビがお好きな方、あと濃厚なラーメンがお好きな方はぜひ試してみてください。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。